自分が脱力することによってお客様にも脱力していただく。だから頑張らないです。まあ、私身長154号、体重40キロ、だからこそいろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。腰から右のお尻にかけてを緩ませてあげることによって結構グーッと大胆にいきましょう。もう体グーッと乗せていって、はい、では今日はリブリ撮影お疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたけれども、はい、はい、来年3月の、はい、15日に、はい、DVD 発売です。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はね、ももさんにも登場していただいて、はい、はいはい、ね、ちょっと皆さんかなり期待されてる方多いと思うんですけども、うんうんうん、いや、ほんとほんと、ね、どんな方にこう見ていただきたいとかありますか？あ、当時はだから、はい、女性の起業家さんっていうことをメインだったんですけど、うん、今そういう形でももはさんにも参加していただいているので、はい、ももはさんが好きっていう人とか、うん、花澤が好きっていう人とか、そのマッサージ知らない、興味ないって思ってた人でも楽しく見られそうっていうふうにおっしゃってくださったので、世の中的にすごいストレス社会だったりとか健康な人が少ないですよね。何かしらみんな風邪っぽいんだとかアレルギーなんだとか、すぐ疲れちゃうんだとか、ちょっと精神的に弱いんだとか、いろいろこう皆さん悩みがあるの で、うん、でそれをどっかでやっぱり改善したいなとか、もっと体が元気だったらなとか、うん、あるいはその家族でも、あ、なんかもうちょっとこの子がこうだったらとか、お母さんがちょっと具合悪そうだから何かできたらなとか思ってる人ってとっても多いと思うんですね。なので全然きっかけはももはちゃんかわいいなだったとしても、なんか覚えたことで、あ、そうだ、じゃあちょっとお母さんにもやってあげようとか、うん、あ、そうか、そういうふうに体ってなってるんだなっていうので、自分の体もうちょっといたわろうとか、どちらかのファンでとか、2人のやり取りが好きでとか、ちょっと引っかかるものがあった方はきっとそれをきっかけにもっと自分の体とか人へ の健康面とかっていうところに興味持ったり、やれることがあるっていうふうに感じていただけると思うので、はいはい、そういう人には ぜひおすすめです。じゃあ逆にモーハさんどうですか？なんかやっぱりなんかこういうなんか起業したい人とか、その道を極めたい人へのなんか詳細ってか教材ビデオって、なんか私も買ったことあるんですけど、やっぱちょっと難しくって続かなかったり、うん、続きの缶を買わなかったりすることが多くて、なんかちょっとやっぱ難しいなって思うことがあったんですけど、今回この内容でなんかいろいろと説明聞いてる中で、なんか小学生でも多分理解できて、すぐお父さんお母さんに実践できるくらい優しい教え方してくれてるなって感じたんで、本当に誰でも見れる教材になってると思います。めちゃめちゃいい子だ。ありがたい。素晴らしい。もう切れ物、もう切れ物なんでね。もうブレ、何でしたっけ、ブレインですよ。リラクヤのブレインです。頼ってますよ、大葉さん。いいですね、ありがとうございます。本当にそういうことを言いたかったんですって。シンプルにね、まあ、うん、素晴らしい話になる。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、長くしちゃうんで。大葉さんのね、一言で私の気持ちは集約されました。はい、そう、見てもらって、うん、したいですね。はい、はい、2017年3月15日、リラクヤ花澤の DVD が発売になります。ぜひ皆さん買ってください。ももはさんも参加されています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。